はい、えー。今日はですね、今シーズン鹿島アントラーズに加入しました J2 ナンバーワンボランチと呼び声高い佐野海修選手を取り上げていきたいなと思います。はい、えー。佐野海修選手は岡山出身のサッカー選手で、まあ、高校は米子北高校を卒業しているということで、まあ、鹿島の正治選手と同じ高校を卒業しているということになります。 で、遺跡というか、えー、米子北から町田に加入してですね、まあ初年度から21試合、えー、試合に出場しているということで、まあ考察ルーキーながら、まあ J2 ではありますけれども、しっかりと、えー、自身の存在をアピールすることに成功し、まあ翌年は41試合ですから、まあ約倍試合の出場数を増やしたということになりますので、まあ町田ゼルビアの まあ、不動のボランチとして、チームを支えてきたというような形になります。で、昨年は、まあ、シーズン初、えー、序盤からですね、まあ、レギュラーを獲得し、まあ、全試合普通出場をね、掲げていた中で、まあ、シーズンの後半に、まあ、腰痛をですね、まあ、発症したということで、まあ、それ以降、試合に出ることがなくなってしまいました。 で、今回、あの、移籍するにあたって、まあ、実はその、オーバートレーニング症候群を発症していたということで、まあ、公式に発表されてるんですが、まあ、本人としては、まあいい、いい状態で来てた中で、まあ、最終的には、ま、試合に絡めなかった、まあ、出ることができなかったというところで、まあ、ブへのね、まあ、感謝と、そういった経緯があったということを、今回最後、移籍を発表したタイミングで公表しています。はい。まあ、なので、 この腰痛の状態だとかね、そういったところがどのぐらいこう。 改善されてるのかっていうところと、まあ、シーズンの半分、試合に出てませんから、まあ、どのぐらいのコンディションで、えー、今シーズン、鹿島まで戦えるのかっていうところが、まあ、ポイントにはなってくるのかなと思います。はい。で、その回収選手は、ま、J2 ナンバーワンボランチと言われているぐらい、非常にこう素晴らしい選手で、まあ、僕もね、試合の映像を何試合か見たんですけれども、まあ、すごくボールの球際のところでボールをダッシュして、その後にこうすぐに縦にボールをつけられるとか、 そこから一気にスルーパスを狙うっていうシーンもね、えー、結構多かったので、まあ守備のところから、まあ、攻撃にこうスイッチを入れるっていう部分では非常にこう、 能力の高い選手なのかなと思いますし、あの、こぼれ球だったり、えミドルシュートをね、積極的に打つというところの姿勢も見受けられましたから、まあ、鹿島はね、あんまりこう、ミドルシュートを打つ選手が少ないっていうのもあるので、まあ、そういった意味では、こう、ミドルシュートがね、武器になる選手っていうのは、まあ、非常に鹿島にとっては、大きな、あプラスになるんではないかなというふうに思います。でも、主に、えー、町田ではこの、 左のブランチのところね、マ、まあ、レギュラーを掴んでいましたので、まぁカシマでもおそらくそこでのプレーが、えー、まあ予想されるんではないかなと思います。で、一時期ね、左のサイドバックとかっていう話もね、その回収選手はちょっとあったんですけど、 まあ彼の良さから行けば、やっぱしボランチで、えー、しっかりボールを奪って、縦につける、えー、前に出るってところにね、えー、特徴がありますんで、まあボランチがね、一番適正なんではないかなというふうに思いますから、まあ歌でもね、そこで勝負をしていくということになると思います。 で、ボールを奪って前に出ていくってところで、まあ、結構ね、えー、フォワードを追い越して、前でスペースにボールを受けるっていうシーンもね、結構あるので、まあ、守備だけではなくて攻撃の部分でも力を発揮できる、まあ、万能型の、まあ、選手であるというのがね、えー、映像を見て、えー まあ評価できるうとこだと思いますので、まあ鹿島としては、ああ、ミサオケント選手がまあ移籍をして、そのボールダッシュというところでは、ミサオ選手の持ってるね、力、まあに近いものがあると思いますんで、まあ J1 の舞台で、どれだけその能力を発揮してえ活躍できるかあというところが非常に注目ですし、まあ鹿島はね、ボランチ選手層は厚いですから、まあそこの、 競争にね、打ち勝って、まあゲームに出れるか、あいうところもね、非常にこう楽しみだなというふうには思います。はい。えー、まあその解説者選手が鹿島ででどういうパフォーマンスを見せてくれるか、今からですね、非常にこう楽しみなあ存在ではあるので、あのー、まあ、 コンディションのところをね、ま、あしっかり整えて、本来持ってる力を、この歌手まで発揮してほしいな、というふうに思います。はい。えー、今日はね、その回収選手をピックアップして紹介させてもらいました。あ今日はこのところで、えー、終わりたいと思います。